意外とボブでも顧問隠しができちゃうんですよ。こんにちは。こんにちは。渡辺です。美咲です。はい、始まりました美咲の部屋です。はい、よろしくお願いします。今日もお願いします。はい、ということで今回はまたボブヘアでまたハーフアップアレンジなんですけど、今回はゴム隠し、ボブってね、やっぱゴム隠しってちょっとやりづらかったりとか、あと毛量が多いとこう跳ね返ってきて、なんかよくわかんないよってなるもんねそれをまあ簡単にできる方法、はい、しかももう1分でできちゃうから、はい、もう簡単にパパッとできるアレンジになってますので、はい、ぜひ皆さん参考にしてみてください、はい、それでは動画を。まずブラシでしっかりと溶かしていきます。毛先が絡まってない状態までしっかりと溶かしていきます。オイルをつけていきます。だいたい2プッシュくらい出して手のひらにしっかりと伸ばした状態で毛先から順に表面までつけていきます。内側もしっかりとつけます。耳上から上と下で半分になるように分け取っていきます。手ぐしでしっかりと溶かしながらまとめていきます。高さはだいたい耳よりもちょっと上くらいでゴムで結んでいきます。ここからが毛先ポイント。結んだ毛先のちょっと下あたりからこのくらいの量を取ってゴムの下を通して一回転巻きつけます。毛先の部分が下になるように巻きつけます。巻きつけた髪の毛と表面の結んだ髪の毛を一緒にまとめて結んでいきます。この時に巻きつけたここの部分じゃなくてこっちの部分にゴムを結びます。ゴムが見えるので毛先を両方に引っ張ってゴムが隠れるようにしていきます。キュッと結んでもゴムが少し見えると思うのでここの部分を隠すように少しだけ開きます。最後にゴムの部分を少し押さえながら表面を少し崩していきます。全体のバランスが整ったら完成です。はい、ということでゴム隠しのハーフアップアレンジをやってもらいました。ポイント的にはどうですか？ポイントは、毛束を下から下に1回転させる。下から下に1回転はいはいはい、そしてで、その下の部分にゴムをつける、はい、ちょっとややこしいんですけど、はい、下から下で下にゴムをつける。だから全部下です。何のこっちゃ分からないかもしれないですけど、はい、まあ、動画をねしっかりと見てもらったらそこら辺は分かりやすくやってるかなと思うんですけどね、はい、で結んで、そうですね、キュッとするんですけど、キュッとしただけで隠れる人もいれば隠れない人もいるので、隠れない場合はもうその毛束をちょっとこう広げてあげると、太くするとか、ね、あ、そうですね、こう横じゃなくて縦長にね広くしてあげるとゴムがしっかり隠れてくれるかなと思いますので、はい、髪の毛の量が多い方ですというのは難しいですね。で、量が多い方はこの巻きつけるやつをちょっと少なめにするとか、そうです、ね、柔らかい髪の毛だったりちょっとね髪の毛が、少なめの方に関してはこの毛束をちょっと多めにしてあげるとやりやすくなったりもするかなと思いますので、はい、ぜひその辺もご参考にしてみてください、はい、この動画がよかったらグッドボタンとあとチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。